で、なんか新作飲んどるけどさ、全然さ、ツイートとかでさ、ツイートとか、インスタとかさ、更新せんやん。なんか、飲んだよ、みたいな。なんかもう日常的すぎて、スタバ。もう好きすぎて日常的すぎてさ、なんか、あ、バキってなった方が、おなじみのバキ、なりました。安定の。クルミーヌ安定の。バキになりましたね。そう。おなじみのバキ。安定のバキ。肩バキ。ASMR。なんでこのカットパキパキ言うんだろう。なんか私の、ハンドメイドのアカウントあるんだけど、ツイッター。そこの DM、一応そのやりとりできるようにしてるのね。なんか何かあった時用に。で、それで、あ、また肩バキ鳴ったけど聞こえたかな、今。聞こえなかったかな。ちょっとかすかに、さりげな肩パキになりました、今。この報告いらんか。聞こえた？ 聞こえたか。このかすかな肩パキも聞こえたのか。私、疲れやすいらしいんですよね。それで、肩パキパキ鳴っちゃうのかもしんない。くるみさんの肩パキで怪我とか治りますよ。え？ 今さ、私の肩パキを治す方法を教えてくれてんのかと思ったらさ、私の肩パキで怪我が治るんだ。全然違った。